した異常な例外本当の例外ですか株式市場のバグでしょ最近ちょっと思ったんですよ、なんか世の中の流れ変わってきた感覚があるなと思ってて、コンプライア重視から変わってきませんか、ちょっと緩和された気がするんですよ。いいあなたとか、俺とかが、要は、一回めくられたり叩かれたりした人が自由なだけで、そういうこと上場企業の社長なんで、いやマジでやばい。普通に飲むのも写真撮るとかじゃなくて、ちょっと反射とかじゃないよ。ちょっとやんちゃの人と飲むのもどうなのって陰口叩かれるレベル。うんうん、俺がほんとギリの、確かに今までに一番ギリのやんちゃ。僕は幻冬舎の名刺がなかったらダメです。そう。って言われます。松浦さんのことっていう。あの人が異常なんだよ。例外の本当の例外ですか。ガチの例外。本当だって、配信でいろいろ言っても許されてる。だから、株式市場のバグでしょ。そうなんですか。松浦さんと俺もそうですし、国光さんも全員例外なんですよ。例外。だから、好きだし、でも俺の周りそういう人しかいないから、それがいいと思ってて、最近でもホワイトの人たちに付き合うようになってびっくりしたもん。違う。もう全然、あの店行っていいんですかねとか、あの人呼んでいいんですかねとか。つまんないですよね。面白いですね。めちゃめちゃつまんない。その代わりに有り余るお金があって、チヤホヤされるっていうそのトレードオフで。でもさ、チヤホヤされてもさ、本当には遊べないじゃん。まあそうですね。で、めちゃくちゃしてる合宿さんに突かれる。地獄だよ。でもやっぱ、かわいそうなのは、いくら、もう、じゃあ、例えば1兆、11兆、まあ、100兆持ってたとしましょう。でも、それでも名刺切らないと、初対面の人が分かってもらえない。そう。それってなんかすごい、意味ないなと、俺はインフルエンサーやってたら唯一よかったのは名刺切んないこと。顔見た瞬間ね。あと、切れないじゃないですか、悪用されたら、うん。確かに。それでさ、その授業が本当好きでさ、やってんならまだしも、何者のためになりたくてその授業始めてたんなら、意味わかんない。意味わかんない。うん。まあ、だからある種前澤さんのようにそういうパンクな人は自分だけ行くよね。うそうですね。え、松浦さんとかの影響で緩和されてきたのかなと思ったんですよ。いやない他にないじゃん。だって上場企業ないですね。いません、誰かいなかった。いないですね。それもいない。でもツイッターとかでやってても監視されてますからね。その上場企業の経営者の人たちは常に見られてるんで、それ監査法人とか、まあ東証もそうですし、特に幼稚園の人物に関してはみんなその証券業界が監視してます。発言を。松田さん例外ですね。反社じゃなくて反金融みたいな。反市場性。反市場か。だからみんなその自分で思ってることを言えなくなってってるんで、いや、それって本当に楽しいのかって言ったら牢獄にいるようなもんなんで、これはなんか違うんじゃないかな。しかも株も売れないもんね。そうですね、今日は。それが辛いっすよね。多分みんな、中央社長お金持ちって幻想があるじゃないですか。資産がどうって言ってたけど。要は、株としての資産はあるけど、現金ないですよね。そう、だから。売れないから。そうだよね。そこら辺の社長だったら、俺の方がまだ自由に使えるぐらい、資産はいっぱいあるけど、なんかいちいち気にしなきゃいけないもんね。みんなのお金だもんね。そうですね、株主のお金でもあるんで、あとさ、それで言うとさ、上場してないけど社長として有名なさ、俺の友達とかさ、マジで金ないけど成功者だとみんな思ってるよね。誰か、別に誰とかじゃなくて、一般論としてですね。一般論として分かりますよ。でもそれってさ、本人が一番辛いと思う。行く店とか、ファーストクラス、ビジネスクラスとかさ、見え張んなきゃいけないじゃん。ホテルとかね。でも本当はさ、本人も望んでなくて、むしろそんな時はさ、地に足ついてやった方がいいのにさ。そうですね。その上場企業の社長とか非上場とかってさ、誰もさ、一般の女の子とか知らないわけじゃん。だからそこに張り合わなきゃいけない謎の経費使わなきゃいけないのか。確かに。アホだよ。見え張らなきゃいけない。見え張らなきゃいけない。見えない。